こんにちは、みーです。今日はですね、エクセルの新しいねハイライトをご紹介していきたいと思います。はい、3月14日発売です。それではどうぞ。ということで4色あるんですけど、この中でね一番注目されてるのこの色です。ブルーよ。珍しくない？まあシーショアって言うんですけど、シーショアってさ、あれみたい、シーショアシーショアオンザシーショアみたいなさ、ことわざあるよね。あのちょっと後で調べます。英語のことわざありますよね。シーショアシーショアオンザシーショアシーショア SB01 シーショア。はい、SB02 シスター。これはピンクね、ピンクっぽいよね。これは SB03 ミモレット。これはちょっとオレンジ感です。はい、で最後がこれトースト、 SB04 トースト。ちょっとブラウンがかったオレンジみたいな、ブラウン寄りの、ブラウン寄りですね。ということでこの4色やっていきます。落としそう。ということで、はい、まずブルーいきます。ブルーね、ブルーこんな色です。綺麗。はい、ブラシは柔らかいんです。なんか前のねエクセル私持ってるから、それも好きなんですけどね。はい、ちょっと今あえて暗くしました。はい、でブルーをブラシで塗ったらどんな感じか、じゃこの辺塗ります。ドゥドゥ、こんな感じ。今この辺に塗ったんです。ツヤ感あるね、すごい。ここよ、ここら辺だった。うん、で色味はこんな色。うん、手に塗ったらこんなんで、こんなんブルー、ここに塗りました。ブルー、ちょっと毛穴はご了承くださいね。こんな感じ。はい、今度は明るいところから見せていきます。はい、こちらピュアなブルーカラーの SB01 シーショアです。頬にねのせるとくすみを飛ばして透明感をアップしてくれるほか、広めに塗ってハイライトとしても使用することも可能です。またチーク下地として普段使いのチークの下に仕込めば、クリアな肌印象に整えて後にのせるチークカラーのニュアンスチェンジをすることもできます。次、はい、ということで次ピンク。これも定番のような色です。ピンクね、ピンク。はい、ピンクを、ピンクこんな感じね。これよ。うん、こんな色です。結構わかるよね。ピンクここに塗る。右から SB01、02、03、04となっております。個人的にはね、一番左の SB04 のね色味が好きですね。SB01 シーショアが透明感を仕込むピュアブルー、 SB02 がシスター、甘く優しいベージュピンク、 SB03 ミモレット温かく軽やかなソフトオレンジ、 SB04 トースト上品でヘルシーなフォギーベージュとなっております。はい、こちらの使用色は SB03 ですね。エクセルシームレストーンブラッシュは素肌を生かすソフトな発色&ヌードカラーでほんのり血色感を添える肌溶けチーク、粉っぽさのないパウダーがぴったり密着して透明感のあるピュアな色づきを長時間キープしてくれます。こちらの使用色は SB04 です。美容液成分配合で使うたびに肌の潤いを守ってくれるのも嬉しいポイントですね。SB04 はね、 SB03 のオレンジ系に比べてブラウンがかっていて深みのあるお色味になっております。